はい、皆さんこんにちは、りょうです。私、普段エルデンリング2つのアカウントで、動画を作ってるんだけど、20体のデータをこう消したり作り変えたりしながら、いつも動画の紹介をしています。で、メインの方のアカウントのデータに、各ビルド紹介で使ってた120レベルのビルドっていうのを用意してるんだけど、ある程度ボス倒しちゃったりするとさ、もう検証用のデータとしても不十分な感じになっちゃうから、ちょっと周回をね、させてたいなと思って周回をさせる時がたまにあるんだけど、一人でね、黙って黙々とやってるわけなんですが、せっかくなんで動画で残しつつ、なんだったらちょっと遊びも入れながらね、なんか技量だったら技量系で使えそうな武器、いろいろ試しながら、周回をしていったりだとか、普段使ってない、お見せしてないような戦技なんかも、うまくね、取り入れながらやっていきたいと思います。なんて言うんだろう。いつもね、一人でこう黙って黙々とプレイさせて周回して、終盤あたりになったら、あ、このキャラクターはこの辺で止めといて、紹介用データにしとこうみたいな感じでやってたりするんだけど、そのね、様子をせっかくなんで動画に収めて、ちょこっとだけ編集してやっていきたいと思います。というわけで、2周目の世界、レッツゴー。雑談会だと思って、雑談会。適当にボスごとに武器変えて、なんか遊んでみたりしようかな。あまり綺麗な立ち回り目指すとかそういう感じじゃなくて、この戦技ってどうなんだろうっていうのをこう自分でね、評価しつつ、あ、俺のプレイでは使いにくいなとか、あ、俺の立ち回りだとこういう戦技使えるなっていうのをこう、模索していく、そういうニュアンスかなぐらいで、考えながらね、たまに周回したりするわけです。はい。いきまーす。霊薬飲んでねえや。この辺からもう構えちゃえばいいんじゃねえの、これ。は？ そんなことある？そんな空振り方するかい？強いんだな。はい、6発いっちゃいましょう。おお！強いって言った私。ごめんなさい。普通に強かったっす。で、ダッシュ R2。すげえ強えじゃん。追撃の貴公子相手にすげえ強いじゃん、もクソもねえか。よし。とりあえず、霊薬は雷アップと、これ何が入ってんだ？攻撃が連続した際のが入ってるな。ボン。何言って、2周目とか前半さ、敵がさ、弱すぎるよね。弱すぎるというか、自分が強すぎるのか。難しいな。前半の敵さ、周を追うごとにもうちょっと強化入れた方が俺いいと思うんだけどな。モーゴットぐらいまではもっと強化してもいいと思う。なんかその火力が高くなっていくじゃんか、敵の攻撃力が高くなっていくけど、正直攻撃力の上昇は俺もうちょっと抑えて敵を硬くしていくっていう方向性にシフトした方が、なんか受けがいいんじゃないかなって気がするね。敵の攻撃が痛いだけで敵柔らかかったらそんなに周回させても変わんないしね。そこら辺のバランス調整もうちょい入れてもいい気がする。バフないぐらいがちょうどいい気がするな、なんかな。痛い。はい。出ない。で、こう。硬い。なんだこいつ、硬いぞ。ダウンしてんのか、お前。何するやろ？洗脳か。痛い。ダウンすんの遅くねえか？思った以上にダウン値が。そんなに低かったっけ？踏み込み切り上げって。300あるんやろ？マルヒットってこんなダウンしないの？スパーマ入ってる時に殴ってるってことかな？結構上手にキャラメイクしてあるよな、このキャラクター。どう？結構上手にキャラメイクしてない。お、近くで見るとちょっとアイラインきついんだけど、この辺ぐらいから見ると、ちょっと目がくっきりしていい感じかなって、自画自賛してみる。んなことどうでもいいよな。いや、この武器さ、信仰が乗るじゃんか。生属性がさ、乗るじゃんか。普通に考えてなんだけど、一体普通に考えて技量系武器にしたんだったら、なんで
鋭利にせんかったんやろ。鋭利じゃない、雷にせんかったんやろな。なんかすげえ気になるわ。お、まあ、バフないとはいえちょっと火力は低いな、さすがに。ちょっと火力低いね。嘘つきました。さすがにあれだな、レントゲーの効果と腐敗欲求の騎士をつけてたら途中から火力結構いい感じには上がるな。まあでもプラキューとはいえ、やっぱこれ攻めて乗せるんだったらやっぱ雷だよね。生属性乗せた意味がちょっとよくわかんないなって感じするな、この武器な。進行戦士で使えばいいのかな。でも進行戦士で使ったって補正乗らないから結局技量キャラクターで使うんだったらあんま変わんないよね。ちょっとイマイチだな。俺さ、思うんだけどさ、周回するときだけ、デクタスの割り符だけ残しといてほしいんだよね、正直な話。デクタスの割り符だけ残しといてくれたら、割と早くパーッと進めていけるんじゃないかなと思うんだよね。あと、このレアルカリア侵入の鍵。今ここに来て、あ、由来イベントどうしようって一瞬考えて、もうやめた。蝶花の方がね、強えんだけど、まあ、内刀でいいっす、私は。痛い。内刀でいいよね。強えしな、内刀な。あれ、なんだっけ、蛇骨の剣あるじゃん、蛇骨。あれもさ、蛇骨あったっけ？あ、あるじゃん。蛇骨使うか。俺、こいつ苦手なんだよな。普通にこいつね、動き強いんだよね。はい。で、ここでこうでしょ？なんか、イージーモーションの時と、結構ハードモードな、モーションの時が、分かれてる気がするんだよな。これ。貫通突き強えわ。長物につける貫通突きやばいね。強い。お。お願い社長のアラームが鳴った。ちょっと、おねしゃやります。お願い社長がね、無課金でやってんだけど、案外おもれんだよな。3ヶ月以上経ってんだけど、結構面白くて、おすすめ。何をおすすめしとんねんで。よう、ムーングラム、やろうぜ。情けねえ死に方すんな、毎度。レナラはね、マジ体力縛りとかやってると結構辛い時多いんだけど、もうこれでいいもんね。あ、冷薬飲んどこ。あ、いて、スタミナなくなっちまった。ジャイアンツ。うまい。レナラの動きがお上手。こいつうまいんだよな、ほんと。くらえ。やめてくれ。放っておいて。私とレナラの戦いなんだ。これよ、羊強えと思うんだよな。これで出血するとか意味不明すぎるやろ。出血の要素どこにもあらへんけど出血するし、出血させれてないけど、これ強いよね。雷の羊はさ、神秘系のビルドで地派生でガンガン使っていくのが一番多分いい感じになるよね。さあ、蛇骨の刀使って遊んでいきましょう。まあ、おそらく技量戦士を作った人はみんなこの刀がもう少し違うものだったら、
最高に喜んだだろうに。痛い、痛いわ。どうなってんだこれ。このね、痛い。めちゃくちゃ強いんだけどね、この武器自体は。めっちゃ強いし、この特殊モーション、体幹削り、最高に優秀。で、二連斬り、まあ、悪くないよね。悪くない。で、毒、悪くない。悪くないのに、すべての悪くない要素を詰め込んでいるにもかかわらず、まあ、誰にも使われることがない、悲しい定めを受けた武器。そもそもさ、通常外れ武器でさ、痛い。ディレイが過ぎるわ。通常派生武器でさ、なんで戦技付け替え不可にしたんやろうな。全然悪くないんだよこの武器。全然悪い要素何もない。でも毒の効果時間がマジ短い。これはこの武器が悪いっていうよりかは毒の使用が悪い。その猛毒と通常毒の違いを設けたこともそうだし、なんかその猛毒蓄積させても通常の毒が入るパターンもたくさんあって、で効果時間が違うっていう話だ。猛毒は30秒で終わる。で、通常毒は1分半ぐらい継続するやつと30秒ぐらいで終わるやつととか、なんかいろいろあるんだよね。もうわけわかんないよね。で普通の探石で強化できてる武器の中で戦技付け替えが不可な武器がこれっていう形になってるから、これはバグだと思うんだ。俺はバグだと思ってる。どっちかが間違ってんだよね。つまり戦技の付け替えができないことがおかしいのか、それとも通常武器での強化ができてしまうことが間違いなのか、これは誰にもわからないんだけど、まあでも違和感しかないよなって感じするよね。うん、なんとかしてあげてくれよフロムさんよ。マジでこの R2 のモーションだけ他の刀に移行したい。むしろそれが戦技って言われても構わんぐらいのレベルでこの R2 モーションを他の武器に移してあげたい。毒霊器とかが使えたりすると絶対に人気出るんだけどね、この武器。エルデンリング史上最ももったいないと言われた武器として名を馳せる武器だね。マジでもったいない。うん、はい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 からの、はい、あぶね。スタミナ本当に結構使うから扱い難しいよな、無知の二刀流。強化モーション入る。2本で殴っといてからいこうか。カリアの変貌持ってくれよかったな。はい、でダッシュ、ジャンプの方がいいかな。おいおい、ほっ、アデュー。まあでも無知使うんだったらやっぱ神秘がいいかな。まあ普通に投手出血のスタイルでやるのがいいんだろうけどね。ホスローの壁二刀流ができたらいいんだけど。あ、そうか、一周目でもさ、ホスローの壁に手に入るよな、多分な。あの、ディアロス殺害したら多分もらえるよね。で、侵入イベントと二つ。で、多分いけるよな。そういう手法も全然ありやと思う。ほい、ほい、ほい。当たらねえの、くっさ。はい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 
今のは当たっていないのか、かなり不思議な判定だった気がするんだけど、まあいいや。潰されていくわ。はい、ブルンブルンっていう攻撃のところで乱撃差し込むのはうまくいった。それ以外が全然ダメだけど、いやでも割といい戦略だよね。ブルンブルンっていう攻撃を横で回避しながら乱撃当てていく作戦、これ悪くないと思うんだよね。悪くない、悪くないなって感じがする。やろうぜすぎだろ。探検二刀流強すぎんだろ、さすがに。やっぱこれだよね、これ。探検二刀流ってやっぱ最強ってわけ。いや俺さ、プランターで野菜育ててるんだけど、ネギとかさ、ニラとか玉ねぎとかあんなの育ててたんだよね。まあピーマンとかさやってたんだけど、野菜ね、マジみんなネギだけは育てた方がいいよ、本当に。ネギを、薬味ネギなんだけど、買うのがバカらしくなるぐらいネギってこんないっぱい生えてくるんだって感じ。なんか他の野菜は正直さ、作ってもまあ買った方が正直手間暇考えたら絶対安いよねっていうパターンが多いんだけど、ネギだけは違うんだよな。手間かかってもいいから絶対に育てるべき。なんか水で栽培してもいいし、土でねやってもいいと思うんだけど、まあ俺は土でやってるんだけど、何回取ってもやつら生えてくるから、さすがに冬場どうなのかなって思ったけど、冬場でも今生えてるからね。雪がガンガン降るような地域でなければ、全然いけると思うし、まあ雪が降るのであれば逆に水でね、室内で育てちゃえばいいんじゃないかなと思うんだけど、ネギはマジでおすすめ、絶対育てるべき。大学生で大学生の時とかにその知識があったら絶対育ててたと思うわ。ああ、そうか、こいつのマラソンもそのうちしとかねえといけねえな。多分やらないと思うけど、あの無知獲得するの大変なんだよね。神秘に一回生まれ直ししてからやるとかの方がいいのかな。それはそれで手間だしね。まあ、リアルラックに頼るか。いや、この間のさ、極限二刀流が最強と言われる理由あるじゃんか。あれ実は途中ちょっと訪れしてるポイントがあると思うんだけど、まあ修正かけてはいるんだけど、動画がね途中でハードディスクがいっぱいになっちゃってさ、再生できない状態になったね、録画の途中で。でそこまでのデータを結局有料のソフトを購入して復活させたんだけど、その有料のソフトがさ、1万円ぐらいするやつだったんだよね。無料のやつ、なんか試せるやつないかなと思ったけど、全然ダメで。で、有料版のそれぐらいしか動画の読み込みができなかったから、もう仕方ねえやと思って買ったんだけど、その買う前に、もう一回データ作り直して、山賊の番頭のドロップだけちょっと狙ってやってみたんだけど、最初のデータ、その壊れた方のデータは、5、6体ぐらいで出てきてて、おやべえって感じだったんだけど、その後のデータリアルラック使いすぎてさ、1時間マラソンして、ルーンが1万ルーンぐらいになるぐらいまで借り尽くして1本も出なかったので、諦めて修復ソフトを買ったっていう流れが実はあるんだよね。59のルーンしか獲得できないスケルトンで1万ルーン貯めたからね、やばすぎと思って、ここまでやっても出んのやったらもう無理やわと思って諦めて動画の修復ソフトを購入したっていう経緯が実はあの動画の中であるの。3時間ぐらい撮ってるデータだったからさ、もう細かくずれていってずれていってって感じになってて、修正のしようがなくてマジで困ったんだよね。そういう裏話も一つ添えておきます。
よーし、やっていこう。まあ、火の巨人は正直、ビルドあんま関係ないね。もう、これが一番楽。凍傷じゃないな。出血、ありとげ、腐敗かな。これが一番楽ですもん、これ。もう、ペチペチ入れるだけ。はい、追いかけて。めちゃくちゃ遠くまで行ったな。で、前半に腐敗入っちゃうと、後半に腐敗入れれないというか、入れる前に多分倒しきっちゃうと思うから、とっても難しくなるんだけど。なぬ。そのモーションはお疲れさんのやつやな。こんな感じでいっといたらなんとか後半蓄積できないかな。入んねえか。してくれ。やべえ、逃げてえ方向に行けない。恐怖の瞬間、アンビリバボーやな。結局腐敗入ってなくて草、まあ、なんでもいいや。危ない。ビルド関係ないね、こいつに関してはね。まあ、黒炎の渦使うか、まあ、アリトゲ腐敗系統、まあ、探検でも何でもいいんだけどね。サソリの針だったっけ？探検でも全然いいと思うし。これでやるのが一番楽よの。で、今、録画開始してから、だいたい1時間10分ぐらいなんだ。まあ、途中にちょっとおねしゃやったりしてたけど、RTA をね、やってほしいって言われたんだけど、RTA はね、もう俺、今作に関してはそんなにやる気なくて、実は。っていうのも、開幕にさ、まあ、あれはグリッチのバージョンと、グリッチレスのバージョンとがあるじゃん、RTA ってあると思うんだけど、開幕からさ、6分の記録出してる人がいて、もうそれ見てやる気がなくなったというか、あ、もう今作の RTA いいやって俺なっちゃったんだよな。で、別にグリッチレスの方でさ、いろんな縛りも受けながらやってる人とかもいるから、見てはいるんだけど、どうだろう、そこまで詰めて RTA やってみようかなって感じにあんまなんないんだよね。一周がまず長いっていうのがある。1時間20分前後ぐらいじゃんか、多分イメージ的に言ったら。なかなか大変そうだなと思いつつ、しよっかな。やるにしても、本当にやることが完全になくなってから、いつも私は RTA というか、走る、その自分なりのルールでね、走ったりするようにしてるから、どうしよっかなって感じなんだよな。まあでも、現状やるとしたら何になるんだろうな。やっぱ、大蛇狩りになるのかな。大蛇狩りのルートが一番楽じゃないかなって気はする。まあ、もしくは武器強化をあまりしなくても済むようなルートを、まあ、具体的になんか考えてるわけじゃないから、なんかあればそれでもいいのかなと思うんだけどね。凍傷出血メイン。難しいんだよね。アステルの薄葉がもっと別ルートで取れりゃいいんだけど、アステルの薄葉なんか取りに行けないしね。ガチンでやるにしても多分ロスが出るから、そもそも RTA っぽくはならんかなって気はするんだよね。ボス討伐は比較的早いと思うけど、って感じ。ってなってくると結局大蛇狩りの選択肢が濃厚になっちゃうんだよな。あ、もうちょっとこっち来て。まあいいでしょう。これ入れて、で、これ入れて。火力なんか上がるやつある？ないか。ないな。いいわ。はい、行きまーす。
気持ちよすぎるだろこれ、気持ちよすぎんだろ。気持ちよすぎんしょやこれ。お前か。はい、で大きい攻めも入れてみる。あぶねえ、ゴリ押しがすぎんだろ。はい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 、もうほんまクソクソゲーオブザイヤー受賞しちゃおう。こんなよ、お疲れさん。この飲むモーションに合わせての誘発をしっかりと入れていく。かわされていく、かわされていく。どうすんだ、はい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 。いや嵐呼びマジで強いわ。強靭もめちゃくちゃ高いしね。これマジおすすめ。初心者さんに一番おすすめしてもいいまでワンチャンある。装備だけ固くしとけばさ問題ないから。ポートを立て、流因のを立て、ここにあるけどちょうどね、流因のを立て、あとは騎士装備ぐらいかなのカット率あれば全然ゴリ押しでいけると思うんだよね。あとなんか鉄になるあの香料あるじゃん、あれをアウレイザーの腹部だったかなに落ちてるから、あの辺のやつも集めてきてもらったら完璧じゃないかな。めちゃくちゃ強いと思うよゴリ押し攻略。こっち行ってみる。ここ、これでジャンプしてここに引っ掛けるじゃん、で降りる。はい、でこっち行ってこいつの攻撃パターンを見て、はい、これでスキップしてここ、こうね、はい、でジャンプして、こんな感じ。ポイントはダッシュするとこの縁から落ちちゃうから、それを解除しながら登っていく感じになるのかな。はい、でここで敵の攻撃見て、これは普通の霧だからしっかりと避けて、まあ、ここ乗ります。で乗ったらダッシュして乗るんだけど、ダッシュを外すの、降りるときに外すのちゃんと。やらかした最悪ルーンロスったんだけど。で乗ったらダッシュして、ダッシュ離してこっちに乗るの、ダッシュ離す、でダッシュ離す、で飛んでここに乗るって感じ。これでいけるから。先般すぎるわその亀裂、補修しとけ誰か。はい、でここでこっち側来て祝福灯せば、あのうっとうしいエリアが全スルーできるよっていうような中身に一応なってます。おすすめ。まあこの辺からはバフありでいいかな、どうかな、あってもなくてもって感じか。よーし、やっていくよーん。はい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 、はいはいはい、しっかりと横振りさせて突っ込む。
って後ろに後退させる。はい、ペチペチと行きます。でぶっ刺しといてから中に入る。はい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 。でここで構える、オシャンティ。この戦術オシャンティじゃないか。1、2、3。はっ、攻めすぎはダメダメだってことが今しっかりと認知された、みんなにも分かったと。スタミナ管理雑ったやつから死ぬからね、みんなは注意して、しっかりね生存戦略を取ってください。生存戦略を取る。そして歩いてくれてありがとう、空気を読んでくれた、その部分に関してはもう感謝感激雨あられ。許さん系のマジ。今のねつぶての攻撃ね、ちょっと左に避けたりすると近距離だとね当たりにくかったりするから、割とね狙って避けれると思う。はいはい、リベンジリベンジ第2弾。お、スタミナがやべえスタミナがやべえんだけど2本で振っちゃう。あぶねえ、やばい、本当にやばい、あぶねえ。今中量だからスタミナ回復速度遅いよ。はい、へ、今ので当たるとかマジなえぽよ。ちょっと回復したいっす。あ、それ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 。はい、1、2、2回やな、2回が限界や、このスタミナバランスでは。おい、最後はちょっと待ってよ、最後はそれなんですよね。クライアン、ナメプダメ、絶対ナメプほど愚かなものはないっていうことをみんな学んだと思う。だからナメプを繰り返すだからこそナメプを繰り返す、これが大事。繰り返すことによってしか得られない経験っていうのが発生するから、みんなもナメプねしっかり通してマリケス討伐してみてください。ナメプこそ正義だから。こうなってくると竜王の眼剣二刀流っていう十試験タイプの方のやつもありだなって感じがしてくるな。あ、ちょっとルーンロスする前にちゃんと使っとかねえとな。胆石買いたいっていうのもあってマラソンを開始したわけなんだけど、チースチース。おお、いいね、しっかりと回避していく。ペチョンって飛んでったぜアイス。どうしたどうした、嵐指がいいわ、嵐指一番いい味出してる。全然鋭利系戦技関係ねえけど、上質だけど、いや関係ねえ、技量系武器で使えばそれは技量戦技なんだ、そういうこと。ここまで進めれたらもう大体いいや、大体私の任務完了。というわけでゴッドフレをじゃあ最後討伐してプロロして終わろっか。よし、このデータはここまで来たら十分だね。まあ一応マレニアの方面とかも行かないといけないけど、あのマレニア自体は倒さないし、道中パーッと進めるだけだから、今日は動画自体はねこの辺にしておきたいなと思います。というわけで最後にね、誰だったっけ、ホーラルーやっていきたいなと思うんだけど、脳筋系のデータもね1周目で止めちゃってるんだよね。ビルドは組めてあるんだけど1周目で止めちゃってるやつあるから、それをねまたどっかのタイミングでやります。で脳筋系のなんか戦技でなんかこんなん使ってほしいとか武器こんなん使ってほしいみたいなのがもしあれば、ボスまで指定してくれたらそいつでそのボスやりますんで、あの興味のある人はそういうコメントもよろしくお願いします。あとのビルドはね、特に今んとこ進める予定はないかな。はい。で、ペン。はい。
てっぺん、はいはい、こんなリズム感で避けると今のやつ結構分かりやすく俺避けれるんじゃないかなって思ってる。おすすめのやり方いってはい、でここはチャンス、はい、こんな感じで、ここちょっと引いてこの辺で溜めといて攻撃を入れる。で一発入れてから致命を取る。ダウンするとは思ったけどこんな綺麗にダウンするとは思わなかった。はい、で避ける。でジャンプ L2 からの最大ため勝ち込む。以上で、次がこいつなんだよね。脳筋キャラクターなんだけど、こいつがもともと進行用のデータとして作ってたんだけど、もともと脳筋のキャラクター用意してたんだけど、脳筋のキャラクターで乾燥世界に行っちゃって、あれいろんなキャラクタービルドに変えてるから、まあ脳筋は脳筋でビルド置いときたいなと思ったんで、二刀流がねちゃんと使えるように、こいつをね、使っていきますので、まあなんか使ってほしい武器とか戦技とか、なんか攻略の仕方こいつどうやってるとか、なんかそんなんがあれば遠慮なくコメントいただければと思います。まあこっちのバージョンもね、そのうちどっか空いた時間で、またやろっかなと思った時に動画を撮る予定で、考えていますので、まあ興味のある方はコメントを残してやってください。はい。というわけで、今回はこれでお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。